はい、皆さんこんにちは。誠の実況で、町へ行こうよ動物の森第2回目始めていきたいと思います。ですね、昨日はアルバイトをする前の時点でストップしてしまっていますので、今日はねアルバイトやっていきたいと思います。他にもね、途中で住民とかね、何かそういう出会いがあれば会話をしながらやっていきたいと思います。はい、それじゃあ始めましょう。はい、これは見知らぬ猫ですね。2016年2月23日火曜日の午後1時33分だよってことです。はい、じゃあ始めます。僕は、誠です。ですね、昨日会ったばっかだからね。まだねバイトをする前の話なんで、ちょっとそうですね、村のみんなとも早く仲良くなれるように頑張ります。はい、おっとごめんなさい、失礼しました。はい、すいません。それじゃあお待たせっていうことで、今日も、はい、じゃあレイン村を満喫していきましょう。はい、それじゃあね、お、リセットさんが出ましたね。はい、はじめまして。突然失礼します。はい、リセットさん、モグラのキャラですね。昨日少しお話しした人ですね。はい。社長。社長っていうのは、岩田社長だったのかな、当時は。僕ね、岩田社長大好きだったんですよ。ねえ、亡くなっちゃったんですけど、本当にいい人でした。まあね、ちょっとじゃあ、ゲームの方に話を戻していきます。そういうね。ああ、リセットさん。リセットさんはね、短気なんですよ、すごく。そう。なんでリセットさんが来るかっていうと、このゲームをね、セーブしないでやめちゃった時にはね、このリセットさんっていうのが出てきてお説教するんですよ。でもね、今回はちょっと自己紹介みたいな感じで出てきてるのかな？はい。お願いに来たんですね。たぬきちくんからも聞いたと思うけど、この動物の森の正しい終わり方。ええ、もちろんこれは知ってますよ。ベッドで寝るか、セーブをするっていうボタンを押せばいいんですよね。頑張ります。リセットはね、僕もしたくないんで。ですね、リセットしちゃったらね、面白くもなんともないと思うんですよ。いえいえ、リセットさんの場合はね、注意っていうよりも最初から結構きついこと言われた記憶があるんだよな。前に1回だけちょっとね、停電になってねそいで切れたことがあったら、ちょっときつめのお説教された記憶があるんですよね。
はい、じゃあ、まあ今回ねちょっとリセットさんが、最初にお願いに来たっていうことで、で、ちょっとね花が枯れそうなんで、バイトでねお金とかもらったら花の世話も少ししましょう。はい、それじゃあたぬきちのお店に向かいます。うちの村の名産品はさくらんぼですね。よいしょ、走ろう。これね、走ってる時に花を踏むと花が散ってしまうので、そうならないように気をつけながら。たぬきちのお店どこだ。こっちか。あ、ちょっとね雑草があるんで抜いておきますね、雑草。よいしょ、今ね誰かいました。あ、ピータンだ。ピータン、そうです、僕が引っ越してきました。はい、よろしくお願いします。またねいろいろ一緒に遊んでもらったりしますから、よろしくね。よいしょ、ここは博物館、ん？これは役所か、役場ですね。たぬきちのお店は、たぬきちのお店はどこだっけ？ん？あれ？たぬきちのお店。あ、もうちょっと下だ。ここですね。じゃあ、アルバイトをやっていきます。え、まだ挨拶済んでない人いっぱいいますよ。あ、そう、みんなに挨拶してこなきゃいけなかったんだ。レイニーとピータン、ピータンには挨拶したはず。ピータンはね今挨拶したんで、じゃあ他のみんなに挨拶に行きましょう。ここに一人いますね。これは、ヤマト。はい。ちっこいから火の上のフルーツにゃ手が届かねえだろう。プシュー。あ、フルーツの落とし方ですね。はい、お店に売ればお小遣いも手に入ると。フルーツはみんなのものだから、地面に植えて新しいフルーツの木を育てなさいってことですね。これもねおいおいやっていきます。ヤマトにも挨拶はしたんだったな、そういえば昨日。あと誰に会ってないんだ。まあ、とりあえずみんなに挨拶をして、よいしょ。あ、これはねペチカ。はい、そうです。うん、頼りにさせてもらいますよ。このねペチカっていうウサギは、僕がね DS の頃遊んでたんだけれども、その時にねうちの村にいてくれたウサギですね。結構仲良くしてたな。今回もねペチカと仲良くできればいいかな。よいしょ。お、なんだこれ、犬がいる。この子はちょっとわかんない。ブレンダ。あら、あなた見かけない顔ね。
こういう喋り方はお姉さん系のキャラですね。新しい人が越してくる。そうですね、僕です。ふんって言ってますよ、ふんって。いや、今は大丈夫かな。このフンっていうのは犬がよくフンってやるから、だからそれだからか鼻を鳴らしてんのか。お姉さん、お姉さんキャラであって鼻をしょっちゅう鳴らしてるっていうこと。よいしょ。あとは地図、ブレンダ、ヤマト、レイニーにはあったし、ドレオはあっちか、こっちだ。あ、行かれない。よいしょ。この辺に、あれ？あれ？あ、上だ。これの上だ。こっちだ。こっちへ行くと、この辺がドレオの家かな？これかな？ドレオ。おお、牛、馬かと思ってました、僕は。てっきり馬かと思ってたら牛だった。しかも僕っていうね、ちょっと幼い系のキャラなんですね。僕らが出会った記念日、この記念日覚えておきましょう。ちょっとね、顔、目が赤くって怖いよな。でも僕っていう幼い系のキャラっていうこのギャップ、まあ仲良くしていきたいですね。あとはペチカあった、レイニーあった、ピータン、ジンペイは、ジンペイの家は向こう側か、右の方です、ずっとね、右端の方に。よいしょ、このカーソルうざいな。よいしょ、右端に花を踏むなよ。よいしょ、あれはブレンダ、ここかな。あ、ここにジンペイがいます。ジンペイとか言って女の子だったらどうしよう。ん？どうやらこの子も引っ越してきたのかな。ジンペイ。あ、ほぼ同時期に引っ越してきたんですね、この猫。僕今日からここに住むからよろしく。君はどこの何くんだい？そうなんですよ。仲良くしましょう。なんかこの顔好きだな。ジンペイちょっとこっち向いてくんない？この顔好きですね、僕。見えます？あの目。こういう顔した猫いますよね。ちょっとブサイクな猫。僕ね、綺麗なキャラよりもね、ちょっとブサイクなキャラのが好きなんですよ。だからこんなこと言っちゃうと、この動物たちにはちょっと失礼かもしんないんだけれども。例えば誰がいい？例えるんならね、さっきあのペチカっていうウサギがいたんですね。ねえ、あのペチカっていうのと、もう一つね、リリアンか。リリアンっていうね、赤いウサギの女の子がいるんですよ。で、どっちかっていうとね、リリアンの方は目もパッチリしてて可愛い系の
顔してるんですが、ペチカはどっちかっていうとね、まあリリアンと比べるとあんまり可愛い顔、あー、こんな言い方しちゃいけないな、ちょっとだけリリアンのが可愛い感じですね。でも僕は、あ、これはブレンダでしょ。ペチカいなくなったかな。あ、いたいた、ペチカ。あのそばかすとかね。あとね、このキャラクターの性格、喋り方で決まってるんですけれども、このアタイっていうこのキャラが僕好きですね。まあリリアンもアタイ系だからかぶっちゃうんだけれども、このペチカ、この顔好きです。僕こういうキャラが好きですね。え、でもこれで全員に挨拶したのかな。あとは村長か。確かね、お店の人には挨拶しなくってよかった気がする。博物館の人とかは。あ、ことぶき。憧れの動物。憧れの動物を言うてに。ああ、これは、亀を選んでほしいんでしょうね。憧れの動物か。まあ、仕事を、アルバイトをさせてもらうので、タヌキさんで。胸が痛んじゃいましたね。お前さんのような孫、わしにおったかの。ここでペリコさんが教えてくれてますね。村長さん、ことぶきさん、イベントがあるときはことぶきのところへ来ればいいと。この笑い方、へっへっへっていう笑い方、もうおじいちゃんはやっぱ亀なんだな。亀がぴったりくるんだな、おじいちゃんキャラは。さてさて、これで挨拶終わったかな。これでアルバイトはできるかな？どうでしょう？はい。じゃあアルバイトができるみたいなのでやっていきましょう。作業着。作業着に着替えなさい。あ、これはちゃんと着替えるんだな、自分で。よいしょ。持ち物から、作業着、身につける。はい。着替えが終わりました。お、似合うんだ。花の種と木の苗をお店の近くに植えてこい。なるほど。ああ、やったな、そういえばこんなこと。はい、じゃあちょっと植えていきましょう。最初のお仕事、お店の周りを華やかにします。さてどうしようかな。お店の周りって言ってもな、お客さんがお店見つけづらいようにしちゃうと、それはまたそれでダメだから。でね、これ木や花もね、うまく植えてあげないと枯れちゃうんだよな。よいしょ。こ
こと。よいしょ。どうしよう。ここと。もう一つ。こっちはさくらんぼがいっぱいある。上の方か。池の近く。この辺が、この辺。この辺だな。よし。ここに植えて、あとは花ですね。花どうしようかな。ここさくらんぼがあるから、ちょうどパンジーがあるので、どうしよう。この辺植えれるか？パンジー。あ、植えれた。じゃあパンジーの横に赤いパンジー。あと何の花？何の花？赤いバラ、チューリップ、コスモス。できればね、僕揃えてね、花を植えていきたいので、どうしようかな。まあ、とりあえず、ちょっとね、残りの3本は、この辺にまとめておきます。この3本ね、あとでまたちょっと僕植え直しますよ。ここはね、たぬきちのお店の周りは僕パンジーでね揃います。よし、はい、終わりました。はい、まあ信じてください。ここで配達が入りましたね。お、レイニーさんに家具を届ける。できるだけ早く届けてあげてほしいんだの。はい、じゃあ道草は食わないですぐ帰ってきましょう。とりあえずちょっとこれはレイニーさん、レイニーは遠いんだよな。こっちだ。レイニーさんは僕の家の近く、隣なので、あ、いたいたいた、ちょっと待ってくださいね。よし、どこだ、こっちか。ここがレイニーの家です。ここでね、おお、いたいた。かわいいですね。配達でーす。はい、レイニーさんへ。はい、お届け物です。まあね、ちょっとアルバイトを始めたんで、僕が届けました。そうです。まあね、お金も必要ですからね。間に合ってよかったですか。よかったよかった。え、僕の引っ越し祝い。ボーリングリターンって、あのボーリング場でボールが戻ってくるやつですよね。それ引っ越し祝いでもらってもな。まあとりあえずありがたくもらっておきましょう。これから家具を揃えるの大変でしょうし、まあそうですね、とりあえず何か見つかるまでは、買えるようになるまでは使わせていただきます。部屋に家具を置いて A を押しながら押したり引っ張ったり向きを変えたりができますね。うん、
タンスを開けたり、オーディオのスイッチを入れたりもできると。はい、僕の誕生日、僕の誕生日は8月の16日ですね。はい、そうです。おお、何かくれるんだろうな。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあね、これでボーリングリターン、どうしような。困った、正直言って困った。だって僕の家こんなに狭いんだよ、今出るけどここにボーリングリターンを置けるかな。まあせっかくね、気持ちよくプレゼントしてくれたんで、うん、無下にはできないので、ここでボーリングでも練習しましょう。おお、ぶっこ、ボール出た。よし、本当にボールが出てきた。よし、まあ寂しい時あれで遊びます。寂しい時よし、さてさてさて、よいしょ。あ、ちょっと待ってくださいね、これ一旦ね、ごめんなさい、時間が2時になった。一旦ごめんなさい。ここでちょっとね、一旦動画切ります。またね、この次はすぐ上げると思うので、一旦切ります。はい、失礼します。実況は誠でした。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。